ここに来て。ねえ、見て。ここは姿をとどめようとする世界。早くしないと戻ってしまう。逆戻り。虚無の混沌に。あ、ねえ、あなただけは私を信じてくれるよね。ずっと待ってた。来てくれるの。はい、今回はですね、冥府の門への到達が終了条件になります。ムービー中黙ってると咳払いしたくなっちゃうんですよね。これ癖治んないかな。お願い。私の歌の通りにして。ということでですね、ゆりちゃんの歌通りに、門を開けていきましょう。ちょっと長いですが我慢してくださいね。はい、歌を聴いたらですね、ゆりちゃんの視線にするとパズルが出現します。このパズルいろいろあるんですけども、今の歌を参考にしてやってみましょう。神戸の飾りは打ち震い、ホムラ見合って踊り合わせということなんで、下を炎、上を王冠にする。そうすると解ける。まあ、歌をヒントにこのようにして一個一個謎を解いておきます。じゃあどんどんやっていきましょう。ちょっと長いんでね、サクサクやっていきたいところですね。ちょっと懐かしいっていうか、見たことある時が出てきます。懐かしくはないね。ちょっと前のムービーで出てきたあの着物の女、どうやら死人になっているようです。何が彼女にあったのかはちょっと分かりませんけども、まあ、構わず倒して武器をもらっていきましょう。はい、出現しました。そしたら、今回はですね、耳の飾りを鈴鳴らし、羽を尋ねて踊りあんせということなんで、下を渦巻きにして上を音符のようなものにするんですね。渦巻きで、ほら解けましたね。さっぱり意味わかんないですよね。そしたら一度、スタート地点に戻りまして、今度は券売機の方に向かいます。ちょっとしびといますのでね、静かに行きましょう。アラートが鳴ってます。はい、出ましたね。今回は、首の飾りを打ち鳴らし、水面覗いて踊りあんせということなので、水面を覗く。下は水、上は首飾りかな、水と合わせたですね。ちょっとね、分かりづらいですよね、正直に言って。おっと、見つかってしまったが、あまり関係ないのでどんどん行きましょう。こっちにも見つかってしまいましたね。お、この
叫ぶ仕草今回は何なんでしょうね。前回はあれ、前回は仲間を呼ぶ仕草だというふうにご説明させていただいたんですけど、今回もそうなんですかね。まあ、何ですかねっていう解説する側の私が言っちゃうのもあれですけど、さあ今度は死人がいっぱいいますけども、いっぱいっていうか2匹かな。おい、やりましょう。今回はバシバシやっていくの、叫んでますね。格好から見るに、お、これは自衛隊の方だということはお分かりいただけるだと思ったんですけども、自衛隊は、おお、いっぱい来るね。沖田さん、三沢さん、そして永井くんの3人がね出てきましたけども、まあ、彼らはまあこの闇島に不時着してしまった。そしてあの3人以外は死んで、あ、沖田さんも死んじゃいましたね。そういえばね、はい、出ましたね。今回は胸の飾りを振り捨てて頭、頭を真似て回りやんせ。そこから連想される言葉はですね、下が炎で上が二重丸の炎ですね。さっぱり意味わかんないですね。まあ、わかんないですけどやっていきましょう。この他が自衛隊のね、残った人たちはやっぱり死んでしまって、みんな死人化してしまったようです。まあ優しいのはね、みんな銃持ってないのがいいですよね。二度目の叫び。ちょっと、巴は近づいてくるときに早いですよね。こっちにつかみかかるまでが。ちょっと要注意ですね。彼女は今後ずっと出てきます。そしたらちょっと武器を持ち替えて視界チェックしましょう。ここじゃない、ここはまだ慎重に行くべきですね。こっちじゃないな、こいつですね。なぜ慎重に行くかというとですね、こいつは拳銃を持ってる可能性があるんですよ。こちらも今拳銃あと4発ありますけども、ちょっとね、先に発見されると厄介なので静かに行きましょうね。先制できればそれに越したことはない。よし、取りました。そしたら、銃を取り上げちゃえばもう怖いもんないですね。そしたら、あ、ごめんなさい、今どっちの銃持ってんだ。うん、大丈夫ですね。ただ次、一箇所通り越して奥へ行きます。何か埋めてる人がいますが、構わず外してるか、撃ち殺してみましょう。ちょっと野暮用を済ませてから、ちょっと今ゆりちゃんが何かやりたかったようですけども、あ、ごめんなさい、これ終了条件2か、ごめんなさい、いいんでした。ゆりちゃんの視点が取れない。あ、出ましたね。ごめんなさい、なんだかよくわかんなくなっちゃった。そしたら次はですね、一箇所飛ばしたんで、ここでは飛べ飛べ使い鳥
錦の帯を振りほどき土を求めて羽ばたかんというふうに歌うんですけども、下が山で上が鳥になります。なまりましたね。こうかな。ごめんなさいね、ちょゆりちゃんの視線をどこか、あったあったなくしてしまいました。そしたら、おっと、復活してるぞ。丁寧に私が置いた武器をですね、拾って使ってくれるんですよね。お、モケケピロピロがいる。さあ行きましょう。そしたら次はこう最後ですね。うん？どこで今見つかったような音がしたんですけど、気のせいだったかな。ラストです。ラストじゃないか。あ、そっかそっか。ということなんですけども、はっきり言ってこれ図形が全く見えないんですよ今回は。これはもうお手上げではあるなっていうことなんですけども、とりあえずですねほとんど見えないので、この F という一箇所見えるやつを、これですかな、これを右側面にする。まあこれちょっと攻略本情報なんですけども、これで一応解けると。すいませんね、ちょっと今最後の方ぐたっちゃいましたけど、ね、じゃあラストですね。随分復活が今回は早いですね。ちょっとサブルで、お、強いですねサブル。そしたらこれもですねほとんどかすれて見えないんですけども、でどうするんだっけな。唯一見えるものをですね、合わせてみましょうか。これかな。もうこれしかヒントないですからね。あ、これを、こっちだったかな？できましたね。はい、終了条件達成です。すいませんね。メモを見ながらプレイしてるとやっぱりダメですね。なんで地下にこんなところが。まさか。私の姿
すごいものを見てしまいましたね。まあ、あんな状態で、私を見てっていう感じでね、服の前を開けたられたらね、大体の人はですね、まあ、ロマンスを感じてしまう。ちょっとすいません。ちょっとすいません。ストーブが。すいません。ちょっとすいません。想定外な。ごめんなさい。まさかのストーブが3時間のタイマーかかっちゃいましたね。ということでですね、今回はまだここ以上は先へ進めません。これ以降はですね、就労条件2を一個一個やっていく必要があります。ということでですね、まだ時間は今回ありますので、就労条件2をやっていこうと思います。今回は、藤田の就労条件2をやります。至急、離島04から県警。離島04。もう一回見てたムービーなんで、普通に喋りますね。ちょっと今回からね、スタンドマイクにしちゃったもんですから、今度は研究じゃすまんだろ。部屋の音が入っちゃうんですよね。すまんな、朝子。思わぬところで、大恥をかいてしまいましたな。さて、藤田のお話なんですけども、今回はフェリーの発見になります。別に外人の名前ではありません。フェリーの発見です。で、今回は藤田についてお話ししたいと思います。藤田は、ちょっと前に軽く書きましたけども、八重見島周辺の、にいる、巡査長さんですね。元は八重見島に、の出身なんですけども、まあ、出世を求めて、まあ、本島に渡りました。で、本島では、まあ、警察のお仕事で、警部の方まで登り詰めるんですけども、まあ、持ち前のね、何人でも首を突っ込んでしまう性格と、あと、まあ、甘いところがあってですね、捕まえた犯人をね、まあ、同情して逃がしてしまったという致命的なミスを犯してしまいまして、まあ、それを責任を取ってですね、もちろん警部補から巡査長まで、降格及び、まあ本島からこの辺のね八重見島周辺の離島まで左遷を受けてしまいました。今冒頭で、すまんなあ朝子っていうふうに言っておりましたが、朝子というのはこの藤田の娘さんの名前です。頼りないお父さんとお父さんにね対してお母さんと娘は非常に苦労し強いられておりまして、今回の左遷の件で二人のもうに見限られてしまったと。今回の左遷ではお父さん一人で行ってくださいという、まあ、絶縁状みたいなのをたたつけられてしまいまして、痛い、すぐ囲まれちゃうんで注意しましょうね。まあ、そういうのもありましてですね、藤田は、たった一人でここに単身赴任で来ております。まあ、かわいそうなお父さんって感じですね。おそらく人が良すぎたんで、まあ、お金関係の問題も、いろいろあったんでしょうね。まあ、そういうのもあって、藤田さんは、口癖がですね、嫌になっちゃうな、もう、みたいな感じの口癖をよく言うんですけども。今回のこの闇島にもそうですね、不審な女がいるという情報を聞きつけてですね、まあ、単身だ、まだ命令違反というか、勝手にやっちゃいけないんでしょうけど、また来ちゃったんでしょうね。これでまた、最初に言ってましたけども、言及じゃ済まねえだろうなと。まあちょっとやんちゃすぎるんでしょうね。もう52歳だったかな。まあ、こういう方っていらっしゃいますよね。その仕事よりも、自分の好奇心をね、優先しちゃう人とか。さて、どうしたらどうなのかな。ちょっとこれ、ダイナミックにジャンプしますね。さすが52歳。で、ここに入りましたらですね、先ほど手に入れた鍵を使って、ここを開けます。まあ、こんなとこからなんでフェリーやねんって感じがしますけども、まあ、実際ここからフェリーを発見するんですけども、ちょっと急いでますんで、さっさとやっちゃいますね。あれはなんだ？
また余計なことに頭突っ込んじまう気かよ。俺も懲りねえな。はい、終了条件達成です。藤田がフェリーを発見しました。そして案の定、自らフェリーに乗り込んでしまいますと。はい、そしたらですね、千田ゆりちゃんも、これは、門が開く前の話ですけども、フェリーを発見しました。で、新しい主人公が出てきます。矢倉いちこちゃんの登場です。ちょっと今回これまでやっちゃおう。さて、新しい主人公が出てきました。矢倉いちこちゃんです。彼女はですね。何があったの？思い出せない。まあ、亀石中学校の生徒ですね。ちょっとごめんなさいね。で、この船、さっきフェリーが見えましたよね。この船、ブライトウィング号ですね。に、まあ、乗船してるんですけども、全く何も思い出せない。どうしてこんなことになってるかっていうのをさっぱり思い出せないんですけども、まあそれは、現時点ではお話できないんですが、まあこの船に何かあって、船中乗客がいませんで、そして死人が徘徊している非常に危険な状態になっていると。とりあえずですね、まずは。死人をおびき寄せてですね、とりあえず今地下にいますので上に上がれなければなりません。死人の動きを把握してですね、上に行きましょう。今階段を降りておるので、急いでこちらはエレベーターで上がっていきます。今回怖いですよ。なんせいちこちゃん武器持ってませんからね。見つかったらアウトです。サイレンワンを思い出しますね。そしたら、階段をある程度まで登ったら死人が今アラートが聞こえてますけども、待ち構えておると。これがですね、今右下に自分がいるんですけども、まあギリギリですよね。こちらを振り返るので、廊下側を見たらまた、通り抜けましょうか。静かい。今、自分じゃないですかね、見つかったのは。ご安心ください。そして、とりあえず、わけもわからず、助けを求めて、いちこちゃんは、走ります。あ、ごめんなさい、これアーカイブだった。どれだっけな。鍵だね。まあ、いろいろなんかできるんですけども、別にやらなくてもいいんですね、ここはね。今回はやらなくていいんだな。とりあえず、甲板へ出たいので、まだ敵のいる中へ入っていきましょう。さっき、廊下を見てたる、死人はやっぱこっちを見てますので、また今度は階段側を見たら、素早く近づいて、手前の扉に入りましょうか。この船について、あと、いちこちゃんについてをですね、
詳しくお話ししたいところではあるんですけども、今急いでこれを説明してしまうとですね、まあ、ネタバレというかちょっとね混乱してしまうので、今はとにかくご説明できませんので、とにかくこの子をこの船から脱出させることだけを優先しましょうか。さて、取り抜けたら今度は客室の方へ参ります。客室これじゃない、一番近いのは誰だ、誰か殴られてますね。まあ、誰かっていうか今殴られてたの声で分かったと思うんですけど、藤田さんが殴られてたんですけども、まあ、藤田さんのお話したいんですけども、藤田さんまだ今回のお話終了条件ではお会いできませんので放置しましょうね。そして死人から抜けたらここに終了条件じゃねえや、達成条件が一つあります。このアイテムを取っておきましょう。そしたら次は何だっけな、まだありますね。今度は甲板に出ます。ちょっと今時間がないので急ぎますね。今回はね、なんでこんな私が急いでるかっていうと、今更新が週に1回になっちゃってるんで、できれば1回にまとめてお話を進めたいなーなんて思っておるんですけど、だいぶ悩ましい声を出しておりますが、これでクランクを手に入れます。これは武器ではありません。今後のためにここに使います。クランクをセットしました。残念ながらいちこちゃんで回すことはできない。これは後で来る永井くんがここで使いますので、まあ、とりあえず今回は構わず行きましょう。30分以内に終わらせるんだ。誰？生きてたの？あなた。あなた何なの？何をしようとしてるの？わかんない、わかんないよ。はい、終了条件達成です。なんとか30分以内に終わったね。まあ、今の時点では何もわからないと思うんですけども、引き続きご覧いただければと思います。